こんにちは、コロマダです。今日は、あやとりを使って、五段橋号を作ってみたいと思います。ぜひ、一緒にやってみてください。まず、両方の手のひらに、このように紐を引っ掛けます。次に、右手の中指で、左手のまっすぐの紐を下から、すくって、反対も同じように、左手で、右手のまっすぐの紐を下からこのようにすくいます。次に親指の紐を外します。そしたら親指で紐全体を下から小指の一番奥の紐をすくい上げるようにこのように取ります。次に中指の奥の紐を下からこのようにすくって小指の紐を外します。次に小指で親指の一本かかっているこの紐を下からすくいます。次に親指にかかっている2本の紐をどちらもいっぺんに外しこのような形を作ります。次に右の中指をくるっと一周回すのですが紐をこのように押さえて外側からくるっと一回転させます。小指も同じように外側からぐるっと一回転させます。次に小指の手前の紐を下からすくいます。最後は中指の手前の紐を親指でこのようにすくって親指の下にかかっている紐を外すと、ここに三角のポケットができるので、三角のポケットに中指を入れて、小指を外しながら手をぐるっと外側に向けると、五段橋号の完成です。では、もう一度やってみましょう。両方の手に、紐をこのように引っ掛けます。右手の中指でまっすぐの紐を下からすくい、左手でも同じように下からこのように取ります。親指の紐を外し、紐全体の下から一番奥の紐を親指でこのように引っ掛けてすくい上げます。中指の奥側の紐を下からすくって小指の紐を外します。小指で親指の一本かかっているこちらの紐を下からすくって親指の二本の紐を外します。中指の紐、右手の中指の紐を外側にぐるっと一回転させて小指も同じように外側にぐるっと一回転させます。小指の手前の紐を親指ですくって中指の手前の紐を親指に引っ掛けます。親指の下にかかっている紐を外して三角ポケットに中指を入れて小指を外すのと同時に手をくるっと外側に回転させると五段橋号の完成です。いかがでしたか？もう一度ゆっくりやってみたい方は動画を最初からご覧ください。それではコロマラでした。
また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。